契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら四代目の君の名はこれだけではない。俺を倒し魔法を守る。それが俺の役だ。適図をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはない。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今you
の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。おお、かかれ。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい？大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。英雄。
道警を背負い希望をもたらす。いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。その者英雄。歴史に刻まれし春風、その名は。ラーメンラーメン、しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。まあお前もさくらも復興作業に頑張ってるわな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょう。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、もう何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかしその様子を見てると、木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。まあ、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。てえ、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。Bye.
Oh.